アドリー・マフムード・マンスールは、エジプトの判事、政治家、元最高憲法裁判所長官。2013年エジプトクーデターの際には、暫定大統領に任命された。カイロに生まれる。1967年にカイロ大学を卒業。同年に、法学士を、1969年には、広報の学位を、1970年には経営学の学位を取得した。 その年に国務院に着任した。その後は奨学金を得て、1975年にパリに留学、フランス国立行政学院で経営学と行政学を学び、1977年に卒業。カイロに戻り、エジプトの司法会で出世を続けた。1992年には最高憲法裁判所の副長官に就任。2013年5月19日。 ムハンマド・ムルシー大統領から6月30日に最高憲法裁判所長官を退任するマーヘル・エルベヘイリーの公認として指名された。2013年、ムルシー大統領の退陣を要求するデモが続く中、7月1日に軍はムルシーに対して48時間以内に情報、行い事態を収集するよう求め、大統領府は各政治勢力が参加する。 暫定政権設置と選挙実施を提案したが、7月3日に、アブドルファッターフアイコール CC 国防大臣が、国営放送でテレビ演説を行い、憲法の停止と、ムルシーの権限剥奪を発表。暫定政権へ移行することとなり、暫定大統領として一時は、モハメドエルバラダイなどの名前も上がったが、2日前に、最高憲法裁判所長官に就任したばかりの、 マンスールがつくことが発表された。マンスールは7月4日に最高憲法裁判所で就任宣誓を行い、共和制の維持、国民の利益を守ることなどを演説で表明した。7月8日、2013年中に新しい憲法を制定し、議会選挙と大統領選挙を2014年に行うことを大統領令を通じて発表した。9日には副大統領に、 モハメドイル・バラダイ、首相に2011年革命後の軍統治時代に、副首相、財務大臣を務めたハワゼム・エルベブラーウィーを指名した。8月13日、新たに18人の県知事を任命した。ただ、そのうちの13人が、軍や治安機関出身者であることから、批判が出ている。ありがとうございます。